この3年間僕と友はいろんなところを旅をした。そしていろんなことを見て、いろんなことを感じた。しかし殿は突然バンドを辞めてしまい、それから彼と連絡を取ることはなくなってしまった。今日はそんな殿と1年ぶりに会い、撮影をすることになった。そしてこの撮影で殿がどういう音楽を今やっているのか、これからどうやっていくのか撮ることができたらと思って横浜に来た。うわ、すげえ。あれ、こんなんだったっけ。なんか違って見えるね。ただそこはさ、もうバンドだと当たり前じゃん。サポートただいろいろ難しいじゃん、なんか自分の出し方とか正直この間久しぶりにそのサポートやってバンド化した時に、バンドっていいなって。だって楽だろ、なんか俺の悪い癖とかも分かってるからさ、プレイとかさ、立ち位置がこうできとるけど、そうなんかもう難しいことを話し合わなくてもさ、なんかこう合わせてくれるみたいなさ。あ、結構だから今まで気づかなかったけど結構甘えそうだなみたいなさ。気づいたらそれ、この間久しぶりに入ったのこのツアーの最後のネタ。28巻。
まあピアノ今日弾いたけど、要はあこれから一人でライブできないとまずいな俺ってやっぱ思ったの、ね、で、まあ、練習始めたんだけど弾けねえのじゃあやっぱり気持ち的に、いや違う違う違う、その気持ち的になんかアレンジとかが、要は結局自分一人じゃ何もできないんだなって気づかされたやっぱりね、あの曲できた時って他のメンバーがいて、あできたんだなっていうのを改めて思い知らされたので、だからこう、あここでしゅんちゃんのベースがあるからこういうようになってたんだとかさ、あこのドラムがあるからこういう雰囲気になってたんだとかね、そういうのを気づかされた。なんかこれを一人でできることが、できるようになることが、なんか、まあ、ね、わがままにやっちゃったからね、自分で。なんか、言葉じゃない、言葉じゃないけど、なんかそれでこう返せれば、伝わればいいかな。